日本東京都杉並区上高井戸上高井戸は東京都杉並区の地名、現行行政地名は上高井戸1丁目から上高井戸3丁目。郵便番号は168-0074。杉並区の南部に位置し、隣接する世田谷区に突き出すように地域を形成している。町域の北部は杉並区久我山、高井戸西、高井戸東にそれぞれ接し、東部は 杉並区下高井戸に接する。南部は世田谷区上北沢、八幡山、南カラス山にそれぞれ接する。西部は世田谷区北カラス山に接している。南端付近は京王線の駅があり、駅周辺や幹線道路沿いにビルや商店、北端付近には生産緑地等が点在するほか、その他全域に小建て住宅、共同住宅が多く存在するエリアである。 なお、上高井戸一丁目を除く全域が、杉並南部土地区各整理事業施行区域に指定されている。上高井戸の名は、かつての高井戸塾が1604年に上、高井戸塾と下高井戸塾に分けられたことに橋を発する。江戸後期には、宿場町としての役割を得るとともに、上高井戸村が1889年に下高井戸村と合併し、 高井戸村上高井戸となった後、高井戸村は1926年の調整施行を経て、1932年に杉並町、い木町、和田堀町と合併し、杉並区の一部を形成することとなった。この時、上高井戸は杉並区上、高井戸一丁目から五丁目として、区域設定される。1969年に住居表示を実施し、その際、 旧城、高井戸一丁目の全域と二丁目の一部を上高井戸一丁目から三丁目に再整理され、現在に至る。なお、旧二丁目の一部は、現在の久我山一丁目、旧三丁目の全域は、久我山二丁目、高井戸西一丁目及び高井戸東一丁目から二丁目に、旧四丁目は、高井戸東三丁目から四丁目、下高井戸五丁目、及び、 浜田山三丁目から四丁目、旧五丁目は、高井戸西三丁目から四丁目及び、宮前一丁目にそれぞれ編入、または、再編成された。この時、上高井戸四丁目及び五丁目は、町名表示としては消滅したが、上高井戸四丁目については、瞳街道上を走る路線バスのバス停にその名を、残している。年月日現在の世帯数と、 人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。町域内における鉄道駅として、町域南東端に、京王線、八幡山駅、環八通りを挟んで西側に、路花公園駅が設置されているほか、京王井の頭線、富士見が、丘駅、高井戸駅も徒歩県内にあり、上高江湖三丁目の一部は、京王線上北沢駅が、 最寄り駅となる。道路交通は、中央自動車道、国道20号、環八通り、放射台5号線など、長域の周囲を幹線道路に囲まれているため、自動車交通の便が良く、南北の JR 中央線快速、小田急小田原線方面へは、路線バスも利用できる。これら以外に、いずれも当地域ではないが、八幡山駅の北側に大関八幡山店、 ロカ公園駅南口にサミット、ロカ公園駅前店があるほか、八幡山駅、ロカ公園駅、富士見が、岡駅には小規模ながら商店街が形成されている。全般、駅内での商店、飲食店の営業は少ないが、隣接の千歳から須山駅を含め近隣に大小の商業エリアを抱える。小規模な公園が点在するほかは駅内に大規模な、 文化施設は存在しない。また、区の出張所や図書館といった施設も町域によっては若干遠隔となる。また、住居表示時期以前の球場高井戸地区に存在した施設が現在も上高井戸の名称を使用して残っているケースもあるが、現在の上、高井戸地域からは離れているものが多い。ありがとうございます。